スリランカ連続爆破テロ事件とは、2019年4月21日に、スリランカの最大都市コロンボをはじめとした国内の8カ所で、連続的に発生した爆弾テロ事件の総称である。当日は、キリスト教の復活祭であり、教会や高級ホテルが狙われ、259人が死亡する惨事となった。爆風の中に残った、キリスト像。飛び散った血痕にまみれている。 2019年4月21日の復活祭の日曜日、スリランカの3つのキリスト教の教会、並びに最大都市コロンボの3つの高級ホテルが連続して自爆テロの標的となった。さらに同日にデマタゴダの集合住宅とデヒワラのゲストハウスでも小規模な爆発があった。259人が死亡、負傷者も500人以上に上った。日本母、バティカア、 コロンボの各教会へのテロは復活祭のミソの最中を狙って行われた。ホテルはシャングリラ、コロンボ、シナモングランド、キングスバリーそれにトロピカルインが攻撃された。スリランカの情報機関の調査によれば第2波の攻撃も計画されていたが政府の反撃により未然に阻止された。スリランカ政府の捜査の結果自爆テロを行った9名の実行犯はいずれも スリランカ国民で国外組織とのつながりも疑われる地元のイスラム過激派団体ナショナルタウヒードジャマーの関係者であった。NTJ は仏教徒やスーフィーへの攻撃で知られていた。国防担当国務大臣のルワン・ウィジワルダナは事件直後の4月23日、政府はこの事件をムスリムを狙った2019年3月15日の クライストチャーチモスクジュ射ラン事件の報復であると考えていると述べた。しかし、両事件の直接の関連についてはニュージーランド政府や一部の専門家から疑問視されている。NTJ は少なくとも2019年1月から爆発物を準備していた。2019年4月23日、アイセル系のメディアであるアマーク通信は 連合国の市民とスリランカのキリスト教徒を標的とした攻撃を実行したのは伊豆の戦士だったと報じた。しかしながら、テロの被害者の大半はスリランカ人で、スリランカは反アイスセル有志連合の一員ではなかった。アイスセルの指導者と推測されているアブーバクルアルイコールバグダーディは18分間のビデオの中でこの攻撃を褒めたたえた。しかし、 スリランカの犯罪捜査部は事件へのアイセルの直接の関与を示す証拠はなく、犯行グループは独自に攻撃を行ったと分析している。スリランカ各地の教会やホテルが爆破された時刻はキリスト教徒たちの復活祭のミサの最中であった。国内の礼拝中のキリスト教徒と首都の海辺の高級ホテルで朝食中の観光客を狙い、 爆発の順序と条件は最大の破壊を引き起こすために計画された。教会とホテルを狙った最初の6件の爆発はすべて自爆テロによって行われた。最初の爆発はコロンボの歴史あるカトリック教会である聖アンソニー教会の聖堂で起こり50人以上が死亡した。2件目の爆発はコロンボの北に位置するキリスト教徒が多数を占める都市に ボンボの聖セ,セバスティアン協会で起こり、100人以上が死亡した。聖セ,セバスティアン協会は、スリランカの主要空港で、セキュリティレベルが高いバンダラナイケ国際空港にも、近接している。さらに15分後に、スリランカ東海岸のバッティカロアで、プロテスタント福音派のシオン協会で3件目の爆発があり、30人が死亡した。スリランカのメディアは、 コロンボの西アンソニー協会とホテルでの爆発で少なくとも40人が死亡したと報じた。一連の爆発による死者は259人、負傷者数は500人以上に上った。事件当初、死者は359人とも伝えられたが、スリランカ保健省は DNA 検査の結果、犠牲者の重複が多く見つかったとして100人近くを訂正した。 死者の大半はスリランカ人だが45人の外国人も含まれている。犠牲者には以下のような著名人も含まれる。死者の中には少なくとも45人の子供が含まれており、そのうち9人は外国人であった。4月23日には聖セ,セバスティアン教会にて犠牲者の最初の合同葬儀が取り行われた。教会とホテルで自爆した8人のほか 警察の捜査中に自爆した一人の合わせて九人の実行犯が確認されており、いずれも死亡している。実行犯はいずれもスリランカ人で、スリランカ政府は国内の過激ハイスラム組織ナショナルタウヒードジャマーの犯行との見方を示した。シャングリラ・コロンボで自爆した NTJ 創設者のザハラン・ハシムが事件の首謀者と目されている。一方でアイセル系のメディアである、 ハマーク通信は、連合国の市民とスリランカのキリスト教徒を標的とした攻撃を実行したのは、伊豆の戦士だったとの声明を出したが、事件へのアスセルの直接の関与を示す証拠は、見つかっていない。スリランカ警察当局は、事件3日後の4月24日までに、NTJ の関係者を60人逮捕した。実行犯9人の身元は5月1日までに全員、特定されたが、 そのほとんどは富裕層の出身であった。うち一人はオランダとスイスの、もう一人はオランダとスリランカの二重国籍者二重国籍者は重複計算されない。ありがとうございます。